無事に帰ってきましたが、本当に寒くて凍えるかと思いました。凍えてました。明日から12月。早いね。ね、早いよね。いやー、いつの間に何ヶ月も経った、いつの間に11ヶ月経ったっていう感じだよね。かわいいパンダ、パンダのアイテムかわいい、ありがとう。ヒデさん、ありがとう。パンダ、かわいいね。気づけば、もうすぐクリスマス、そしてお正月も来ますし、かと思ったら、もう誕生日もすぐそこっていう。本当に早い。1年早いねって感じなんですけど、皆さんは何か今年中にしたいこととかありますか？達成したい目標とか何かあります？あ、りゅうくん、猫ありがとう。かわいい。今日は生写真撮影でした。生写真撮影して帰ってきたんですけど、あのね、昨日もお話ししたんですけど、チェーンソーマンの牧間さんのぬいぐるみが欲しくて、ゲームセンターに今日も行ってきました。帰りに寄ってきました。안녕하세요。안녕하세요。ワクチンの副反応で辛い。早く元気になりますように。美咲ちゃんの公演はあと3回見に行くことが目標。おー、3回。でもね、1ヶ月で3回だったら行けそうだけど、自分の予定と公演が合わなかったらね、いけないもんね。予定合いますように。美咲ちゃんにもっと会いに行くことです。待ってます。最近は割となんていうの、海外からも来れるようになってるみたいなので、すごく嬉しいですね。待ってます。今年中にコンサート写真を選別してあげたい。あ、その作業は大変だと思うけど、本当に頑張ってください。こんばんは。毎年の目標はみるんちゃんに会うことだけど、わあ、ありがとう。たくさんお会いできたら嬉しいです。待ってます。みるんちゃん認知をいただくことが目標。もうね、認知してます。とりあえず来週のパチドラ行くね。ありがとう、頑張ります。結構久しぶりのパチドラになるのかな。またね、コンサート期間があって、空いたから期間がね。こんばんは。レインボースター指丸さん、ありがとう。元気になれってくれたら元気になります。元気になれどういうテンションの元気になるかわからないけど、こんばんは。こんばんは。12月になると1年振り返ることが増えるよね。だいたいその話だよね。今年やり残したことないかみたいな。今年中にもう一回美咲ちゃんに直接好きって伝えるのが目標です。ああ、それはもう頑張って、頑張って緊張を、恥ずかしさを取るしかないね。今年中に普通に言えるように頑張ってください。
頑張ることなのかわからないけど、でもね、そういうのって難しいよね。だって先も公園でレッスンするのすごく緊張してできないもん。緊張っていうか、緊張じゃない、恥ずかしくて目を合わせれないんだよね、みんなと、ね、すごいね、レッスンとかしたい気持ちあるんだけどできないっていう、ね、それでもね、みんながね応援しに来てくれるのが本当に嬉しいけども、うん、本当にレッスン上手な人はすごいすごい尊敬してます。あ、ひんよさん、アザラシのアイテムありがとう。アザラシ、あの冬のアイテムかなのかな今はね。それで今日あのね、チェンソーマンのアニメのポップアップストアがこう開催されてて、それ行ったんですね。でもで、あのちょっとこうグッズも売ってあって、買っちゃいましたね。これマキマさんのあのアニメの絵柄の方なんだけど、そのあの原作の方の絵柄のグッズとかも欲しいんだけど、やっぱ若干アニメになると変わったりするじゃん、目の感じとか。でこれはまああのアニメの方のマキマさんなんだけど、ま、いいですね、スタイルが良いですね。あとね、このね、このバスボムっていうの、入浴剤か、入浴剤の中にフィギュア、フィギュットが入ってるやつ、ちょっと2つ買ってみました。何が出るかな。いや、4種類だから被らなければまあいいけど、ただマキマさんが出てくれれば嬉しいなって。私はチェーンソーマンの中ではマキマさんと天使の悪魔が好きです。そう、これアクスタ、これマキマさんが出たら嬉しいなって感じ。なんかこれサラサラ系、でもこれ開けたら出てくる感じ、でも開けたら分かる感じ。これちょっと開けてみようか。本当にチェーンソーマンハマりすぎてダメですね。なんかまだ来年とかに発売する予定のあの羽ピン、なんかメイクするときにこう止めるやつあるじゃないですか、あれのピンもあのこの前ね買っちゃって、通販で頼んじゃって、あの予約みたいな感じかな。だから本当にね、誰か私を止めてください。天使の悪魔はまだアニメにの方には出てきてないからグッズはなかったんだけど、その今日行ったポップアップではね。でもなんかあの他のポップアップでは原作の方の絵柄とかでは普通に出てるだよね。昨日マキマさんのぬいぐるみ見て男性キャラかと思ってってたら、調べたら女性でびっくりしてそうです、女性です、女性キャラです。でもね、ああいう感じの男性キャラもいたらすごいいいと思います。中性的なキャラクター結構好きなので、結構開けるの難しいんですけども、今日どこでグッズ買えるのか調べちゃった。結構ね、チェーンソーマンは人気だからね、いろんなところで売ってると、ひっそりとひっそりと話しております。本当に物を増やすと怒られるからね。
これですぐに見えちゃうのか。入ってるね。これはこっちも開けてからどっちもパッて開けようかね。入浴剤だからお風呂に入るときに入れようと思う。マキマさんゲットするのに1500円かかった。大丈夫、私それ以上かかってるから。見るんじゃないけど、マキマさん見かけるとあって思うようになった。マキマさんね。おっと、これはじゃあ1個目いきます。出たマキマさん出た、最高。これは嬉しい。うわ、フレッシュフローラルの香りのはい、これ入浴剤です。でね、このキーホルダーの方はもう開けちゃったんよね。こっちはあのデンジ君でしたね。デンジ君もいいです。もう一個、もう一個、みんな何が出ると思う？いやもうね、最高だ、最高だ。あ、ヒロさんレインボースターありがとう。ミルンクラギさんレインボースターありがとう。あれだね、おめでとうのレインボースターだよねきっとねありがとうね。あ、ヒンヨさんもレインボースターありがとう。パーちゃんから聞く、デンジ君。私はじゃあデンジ君にします。予想いきます。あ、デンジ君だあの髪の色がグレーに見えて誰って思ったら、こっちの画面で見たら分かった、ちゃんと。あ、イチロー氏ありがとう。クロさんもありがとう。コウヘイさん、パンダありがとうやったー、これはいいんじゃないですか。かなり良きですね。最高です、最高です。いやー最高でした。まあ4種類しか入ってないんでね、これはまあ4分の1なので、まあ、確率はね割とね高いですから、出てもらわないとですよね。はい、開封動画でした。こっちはこっちマキマさん欲しかったんだけど、デンジ君もすごい嬉しいです。誰が出てもね嬉しいんですよ、天蔵マンはね。でもやっぱ強いて言うならみたいな。でももう本当にグッズを買うのはやめないと怒られちゃうね。このおしゃれな、おしゃれなやつ見えにくいな。こんな感じのおしゃれなやつです。これのマキマさんが欲しかったんだけど、でもデンジ君も嬉しいです。これランダムなんでね、1個しか買わなかったからかな。もしかしたらもう1個買ったらマキマさんだったかも、今さっきの感じでいくと。めっちゃおしゃれじゃないですか。クリア、そうクリアなの、透けてるの可愛いよね。いやーもう最高。でもいいです、こっちが出てくれたんで。これは本当に最高です。飾ります。で今日も
あれなんですよ、いたんですよ、ゲームセンターに。サイちゃんと行きました。で、あの、私映画こうやって、サイちゃんも途中手伝ってくれて、なんとか撮れました。結構3000円くらい使っちゃったかも、2人で。だからこのね、ちびぬいまきまさんとビッグぬいまきまさん、かわいいでしょ。こんなね、大きさが違うだけやんって思うかもしれないけど、私にとっちゃすごい嬉しいやつです。はい、今日も見守っててください、まきまさん。こっちはね、ぬいぐるみなんだよね。そのもみあげ切りで、そんなこと言ったらどうなるか分かっていますね。マキマさんは怖いですよ。あ、おいっちさん、いいねのやつありがとう。ももちゃんさん、パンダありがとう。めちゃくちゃレビューする YouTuber みたいになってる。いやでもね、こういう開封動画で YouTube やれたらめっちゃ楽しいだろうね。だって趣味でさ、お仕事してるみたいなものじゃないですか。まあ今も結構あれだよね、ショールームっていうお仕事として配信してるけど、結局こう自分の好きなように話してるわけだから、頑張ってください、ありがとう。アクスタ持って食事に行って写真撮らなきゃね。そう、そういうのね、なんだよね、結構してみたい気持ちはあるんだけど、周りの目とか気になっちゃってできないんだよね。だから誰か一緒に行ってくれたらその時はするんだけど、なんか一人だとなんかねっていう、ちょっと一人アクスタ旅はちょっとまだハードルが高いんですよ。だから誰かね、あのアクスタがあるメンバーとかいたら一緒に行ってくださいというお誘いをねしたいところですね。よく見るんちゃなくして連れ回してます。周りの人にガン見されても気にしません。ああ、ありがとうね、いつも写真撮ってくれて。いや本当ね、そういう風にするしてくださる方すごいと思う。だってでもさ、思うけど、私が周りにそういう人がいても何も思わないなって、なんか微笑ましく見てるなって思うの。だからさ、全然ね、何とも思わずやればいいのにね、自分もっていう。でも自分のことになるとなんか気にしちゃうよね。ゆりやさんとルルムのお店行ってた。そう、ルルムの展示会行ってきました、先日。久しぶりにね、ゆりやさんとお会いできましたし、可愛いお洋服たちを見れましたし、またあの展示会でねオーダーしたので、また待っていてください。で、今日来てたあのインスタ見ました？皆さん、私の見てくださった方はありがとうございます。またあの方はぜひチェックしてください。で、その今日来てたっていうか、今日写真あげたルームのお洋服はオーダーして届くの待ってた状態だったんですけど、
つい最近ね届いて、やっとね切れました。めっちゃ可愛くないですか。あれもうね、あれ全身撮りたかったんだけど、ちょっと全身撮ってもらう時間っていうか場所っていうか、まあ、あの全身写真を撮らなかったんで、また来て全身写真撮ってもらおうと思います。ルルムとかよう分からん確かに可愛い名前ってラ行多い気がする、とかマ行とか、ラ行とマ行って可愛い。マキマさんもマ行だしね。美咲ちゃんもまあ2つあるよ。荒巻美咲、確かに。荒巻ま巻まさんの巻が入っているから荒巻っていう名字でよかった。もうあと5分だよ。早いね、早いね。どうする、もう、まあもう話すことは全部話したけど終わっちゃうね。今月が12月になりますよ皆さん。気づいてる喜び好き。いやでもね、今気づいたんじゃないんだよね。なんかどうにか巻間さん要素ないかなって必死に探してて、頭の中で一人で、ああるじゃんって荒巻巻間じゃんって。3期生で前列体育座りしてる集合写真、今年撮ってないの。今年撮ってないね。確かに3期生がもうあと半年ぐらいではもう2人いなくなっちゃってるわけだから、撮っておきたいね最後に。今の3期ではもうすぐ撮れなくなっちゃう。サエさんハゴショールメン受精よ。そう気づいてたの、目玉の親父の真似はしません。荒巻まさき、あこんなところ見つけた。いやいやいや、みさきだから私も頑張ってね、フリーで。そろそろランキング読んだ方がいいかな。ランキング読もう。13位ゆびまるさん、12位こうへいさん、11位一郎氏さん、
10位ムックさん、9位マナフィーさん、8位もぐもぐさん、7位ミヤトクさん、6位ミヤオイさん、5位ももちゃんさん、4位ヒロさん、3位ミルンクラゲさん、2位リュウさん、1位ヒンヨさん、ありがとうございます。イエーイ。あ、チェンソーマン、チェンソーマンね、チェンソーマン見ました？私は見ました。放送終わって配信でいつも見てるんですけど、見ましたよ。いやー、かなり心がえぐられる回でしたけど、これからバチバチ始まっていくって感じがしますね。ここから結構重要な回だったって感じします。またみんなお話ししましょうそれでは明日も頑張ってください。じゃあまたね、おやすみ。朝ごはん食べますか？朝ごはん、ご飯に味付けなくてもいいかも、涙の塩味で